文部科学省は全国の高校生のうち3月に卒業予定で就職を希望する生徒の就職内定率を調べています。その結果、去年12月末時点での高校生の就職内定率は前の年の同じ時期に比べて 0.6 ポイント増え 91.5% となりました。リーマンショックで大きく内定率が下がった2009年から8年連続で上昇し、バブル期の水準まで回復しました。一方、都道府県別では沖縄県だけが 80% を割り込む 65.9% となりました。もともと就職先が少ないことなどが背景にあるということです。